こんにちは、在庫ホームです。本日のお宅はこちら41坪プラス離れがあるお宅となっております。はい、リブナインという商品と、はい、プラスで木目をこう合わせた外観になっております。はい、スタイリッシュでかっこいいお宅ですよね。そうですね、はい、外観であのちっちゃい窓が気になってたんで中見るのすごい楽しみです。あそこは、はい、今日のお楽しみポイントですね。お楽しみポイント、はい。じゃあ早速行こうと思います。はい、じゃあこちら玄関ですね。はい、ちょっとこう屋根が出てて、うん、雨の日でも濡れずに行って入れるようになっております、うん、はい、あとここにエントランスフックですね、はい、がついております。はい、ちょっと傘かけたりとか、うん、鍵開けるときにこう買い物袋引っ張るときとかにこうちょっとかけたりできるようなものとなっております。便利ですよ ね最近人気ですねこれは。はい、じゃあ早速入っていこうと思います。はい、こちらエントランスですね。はい、エントランス部分は勾配天井に、うん、いて、はい、あとこれがあることでだいぶ広さを感じることができますよね。そうですね、開放感が出ますよね。はい、あとは何といっても今回こだわりポイントとしてはこちらに格子をつけたということで、うん、はい、前に1回やってたんですけどそれを内覧会で見ていただいて、うん、これをやりたいっていうご要望があり今回つけております。なんかすごい木がふんだんに使われてて癒されますね。いいですよね、うん、入った瞬間にこのコーヒーが入るとなんかおしゃれなお家だってなりますよね。うん、温かみもあっていいですね。はい、いいですよね。こちらの奥が実は玄関手洗いとなっております。はい、うん、入ってきてまっすぐに手を洗えるようにということでつけております。はい、はい、人気のサブウェイも使ってますね。はい、シンプル系でもいけるし、うん、ちょっとカフェ系な感じでもナチュラル系でも万能なタイルですね。で上は造作の鏡をつけていまして、はい、上に照明、揺らぎの照明ですね。うん、で今回タオル掛けではなくてペーパー使うってことだったので、うん、ペーパーホルダーも一緒につけております。あ、いいですね。いいですよね、やっぱお客様も使うところなので、うん、タオルではなくっていうことで。この上の棚は造作ですか？いや、既製品になっているんですけど、うん、実はこの鏡の色に合わせたいってことで、うん、あの塗装だけこちらでやってます。すごい統一感出てるから。そうなんですよね、もともとこのクリアのナチュラル系のもので届いてたんですけど、揃えて塗装しました。あ、なるほど、はい、いいですね。いいですよね。うん、じゃあお隣は、はい、トイレになっております。釣りだと固定だなってことで収納をつけております。はい、で続いてこちら右手側が、はい、あのリビングに合ってるんですけども、はい、今回帰宅動線ということで奥からご紹介をできればなと思います。はい、こちらシューズクロークですね。はい、シューズクロークはクロス、はい、ご主人が使用したいということで使っております。このクロス男性に人気ですね。コンクリート風のクロスですね。シューズクロック下には換気扇つけております。はい、いつもだとこう上についてること多いんですけど、うん、はい、わざとこう下につけております。はい、この理由はまあ後ほどご紹介できればなと思います。はい、でこのまま縦具なくて上空に行くとパントリーになっております。はい、こちらのクロスは奥様が選ばれてます。可愛いですよね。はい、うん、なんかさりげなくていいですね。マミーもね、いいですね。棚がちょっと高めについてある理由ってあるんですか？下にはですね、うん、冷凍庫を置きたいというご要望がありましたので開けております。うん、でこの上からですねこの棚が使えるようにということで。なるほど。この帰宅動線としては玄関帰ってきてこうまっすぐ行って、うん、ここで靴を脱いですぐパントリーがあるっていうこの動線はすごい人気な動線になっていますね。うん、靴を脱がずにここまで荷物が持ってこれるのは便利ですね。便利ですよね。はい、その奥ですね。はい、こちらキッチンになってあります。はい、パントリーから冷蔵庫も近いのでそれこそ本当買い物帰りは便利ですよね。うん、いい動線だなと思います。はい、でこちらですね、入ってすぐのところにパネルを貼ってるんですけども、はい、ホワイトボードですね、マグネットで貼れるようになってるのと、うん、あの買い物行ってきますとかメモが書けるようになってます。お子さんにどこどこで誰と遊ぶ、うん、何時に帰ってくるって書いてほしい、ね、書いてほしいですね。うん、下までなってるのでお子様でも届く位置なので、うん、便利なのかなと思います。うん、はい、で続いてキッチンですね。はい、今回キッチン収納がたっぷり収納ですね。上の天板は造作ですね、はい、うん、で作ってあります。これつけるだけやっぱまた雰囲気が違いますよね。これつけないと真っ白だからね、またちょっと違いますよね。でこちらキッチンですね。はい、リクシルのシーラーを使用しております。はい、
この扉カラーのこのグレージュスタッコは人気カラーで選ばれる方多いですね。多いですね。このグレー系可愛いですよね、うん、グレー人気まだまだ続きますね、うん、じゃあ続いてですね、お隣がダイニングになっております。このキッチン並びのダイニングは、奥様的にはこう配膳が楽ですよね。そうですね、うん、キッチン横にダイニングつけたいって方多いですよね、うん、で後ろはちょっとここに収納がありまして、リビング収納ですね、うん、お子様いるご家庭だとちょっと筆記用具とかいろいろ入れれるものはあると思いますので、うん、細かいものを入れていただいていいのかなと思います。はい、でダイニングの横に今回はこんな収納を作っております、ちょっとこうティッシュとか置いたりとか、リモコンとかも置けますし、作り方はあるのかなと思います。ちょっと調味料も置きたいかも。あ、いいですね、うん、ここの人が全部あれ取ってこれ取ってに言われちゃうなりますよね多分それこそここはあの旦那様旦那様、うん、担当ですよね。あ、そうなんだ。はい、って言ってました今回あのここに構造上柱が出てきちゃうっていうことで、ここのスペースもったいないよねっていうことでつけております、うん、これ社長のアイディアですか。そうです。こちら側もちょっとこういうスペースができましたので、うん、あとあとカウンター欲しいってなったらカウンターも多分置きやすくなりますし、うん、すごい有効活用できてるのかなと思います。ちょっと本棚とか置いちゃってもいいですしね。いいですよね、うん、続いてこちらがリビングですね。はい、なんか今回ここの掃き出し窓がとても大きいサイズなので、うん、はい、せっかくだからカーテンが被らないようにということで、うん、カーテンレールをいつもより長くしたんですよね、はい、ここ今窓の端になってるんです、うん、いつもだとここからカーテン始まるのでここら辺でカーテンのイメージですね、うん、はい、今回カーテンが横に来てるので、うん、この分窓も広く感じますし、うん、いいですよね、うん、明るさも取れますしね。こちらリビングは今回テレビ台は造作しております、はい、ちょっといつもよりか大きめにわざと作っています、うん、幅を広く。あ、そうですね、幅を広くしております。ゲーム機を置いたりだとかちょっと写真とかも飾りたいなっていうことで、今ちょっとグリーン の, あの、はい、フェイクのやつ置いてますけど、観葉植物とかも置きたいですよね。置きたいですよね、うん、ああいうのも置き場所ってちょっと困りますよね。そうそう、うん、困る困る。私はもう今この掃き出しの家の床に置いてます。床に時間置きで、そう。でも置く場所ないとそうなっちゃうので、あるといいのかなと思います。でこちら側にあの先ほどご紹介してた玄関ホールがこちらの奥にあるんですけど、はい、お隣に入り口が今可愛いワンちゃんいますけど、うん、こちらにあの出入り口をつけてあります、うん、あっちに開くようになってるのね。そうですね、どちらからも出入りは。あ、こんな軽いんだ。簡単にできるんですね。そうですね、うん、先ほどあのシューズクローク換気扇あったと思うんですけど、うん、あそこに猫ちゃん用のトイレを置きたいということで下に換気扇をつけております、うん、やっぱりシューズクロークとかの方があった方が、うん、お掃除面では便利ですよね、うんうん、じゃあ続いて奥のお部屋を紹介していきます、はい、こちらスキップフロアがあって大きい窓つけてるので、うん、すごい大きい。すごい光も入ってきていいですね。明るいですね。ダイニングのお隣には和室があります。あのこのキッチンのそばに和室が欲しいっていうご要望もいるとよくありますね、うん、お子様が遊んでる時にちらちらこう見れるような位置にあるといいのかなと思います。赤ちゃんのじゃあここでお昼寝とかさせて、うん、でこっちで家事やってっていうと便利ですよね、はい、便利ですよね、うん、今回あのちゃんと仕切れるように建具もつけております。はい、あ、こっちもこっちも、はい、どちらともですね、うん、閉まるようになっております。いいですね、いいですね、うん、こちらはお仏壇も置けるようになっております、はい、ちょっとサイズも使ってちゃんと入るサイズにしております。あらかじめ置きしてたんですね、はい、そうですね、うんうん、続いてこちらですね、建具一個下がはい開いてるんですけども、はい、こちら下はルンバということで開けております。ルンバが出動できるように。はい、そうですね、基本的には掃除用具を入れる感じですか。はい、そうですね、スティック掃除機が入るようにということで、うん、ちょっと棚も少なめに設定しております。で、続いてがちょっとちっちゃめの扉がありますね、はい、こちらなんですけども、このような感じで半地下の空間となっております。ちょっと狭そうに見えるんですけど、うん、私が分からないぐらい高さ170ですね、うん、なっております。このここの下は階段下になっているので、うん、まあ、そこは荷物など隠したいものを
覚えていただければなと思います。うん、でこちらの先ほど小野田さんが、はい、気になってた、はい、ちっちゃい窓になっております、うん、これで明るさが入るから、はい、昼間だったら電気つけずにいけそうですね。いけますね、うん、ちょっと換気もできるので、うん、いいのかなと思います、はい、でこちら側はあのテレビのちょっと裏になっているので、うん、テレビの配線類をこちらでまとめることができます、うん、この台も造作ですよね。そうです、造作です。この配線が見えないのって社長のこだわりでもありますよね。あ、そうですね、うん、やっぱごちゃごちゃ一番しやすかったりする場所なので、うん、お客様の目も結構あるところなのでね、うん、やっぱこだわりたいところではありますよね。そうですね。では次ですね、続いて水回りのご紹介ですね、はい、こちらになんかここだけまたちょっと別の空間になってますね、はい、かっこいいような空間ですね、うんうん、床はサニタリーフロアをはい、使用しております、はい、今回はちょっと広めな 4.5 畳ですね。なります。ランドリースペースも込みだからそれだけの広さが必要です、ね、って感じですかね、はい、だからちょっと洗濯物が多い方だと、うん、室内干しするときに場所がなかったりするので、うん、それだけ広さがあると使いやすいのかなと思います、うん、洗濯機はこっちなんですね。はい、そうですね、あの外干しもするので、うん、ここから出してすぐ外に向けるようにということで、うん、こちらに掃き出し窓がついてありまして、はい、開けていただくと外にもアイアンの物干しがついております。ギアもつけておりますので、うん、いきなり雨降ってきた時でも大丈夫なようにつけてあります。洗濯スペースだけではなくてプールやったりとか、うん、いろんなことをしていくこともできるのかなと思います。この動線もやっぱりいいですよね、うん、ドロンコの場合こっちから上がってもらって、うん、そのままお風呂へっていうことができるので、うん、リビングを汚さずに乗ることができるので、こちら洗面台もあって奥は撮影スペースになってあります、はい、撮影スペースもちょっと広めに取ってあります、うん、まあ、これだけの広さあれば、うん、なんかお子様の着替えとか手伝うのも十分ですね、うん、これだけのスペースがあれば、はい、いいですよね、うん、で今回あのちゃんと建具をつけて、うん、してます、はい、でまあ、棚とかもこうつけてますので、うん、ちょっとタオルとかしてものも置けるのかなと思います。続いて2階に行こうと思います、はい、お子様が座ってお勉強できるスペースですね、うん、キッチンがめっちゃ見えますね。そうなんですよ、いい高さですよね、うん、あんまり開けすぎちゃってもちょっと気になっちゃったりするので、うん、座るとちょうど見えるぐらいの、うん、ちょうど見える感じで、はい、高さになっております。ママからもこっちが見えますもんね。はい、そうですね、勉強してるかなってチェックができますね、うん、雰囲気だけ見えるので、うん、ちょっと違うことしてもわかんないかもしれない、わかんないかもしれない、はい、でここはカウンターの上、はい、このエリアにもまたマグネットを貼れるようにしております、うん、はい、今こう貼ってあるように時間割表だったりとか、うん、こうプリント類を貼ることができるので、うーん、ここのカウンター今回はあのいつもだとこう固定しちゃうんですけど、うん、固定してないので動かせるようになってます。例えばもう勉強しないよってなったら、うん、これをどけてキッチン前のカウンターとして使ってもいいですし、あ、なるほど、あのここをフリースペースとして使うっていうこともできるので、うん、先ほどちょっと見えてた窓は、うん、だいぶ大きい窓ですね、うん、開かない窓つけてます。けど外からは見えない高さだから、はい、これだけの大きさがあっても、うん、プライバシーは守られる。はい、そうですね、うん、続いて、はい、上がっていただくとこちら2階ですね、はい、こちらに横には収納があります。ここの部屋自体誰が使うかちょっとまだわからないということで、うん、どのお子様でも使えるようにということで今回収納を外に設けてこちらですね、はい、こちらが6畳のお部屋となっております。はい、収納1個あるんですけどここだけはあの布団をしまえるようになっております。はい、2階はこちらのお部屋と、うん、ファミリークローゼットとあともう1個仕切れるお部屋ですねがございます。で今回ちょっと2階の床は、うん、1階よりか明るめの色ですね、はい、かわいいようなテイストですね。これは何でですか？ここは奥様のご要望で、はい、ちょっと可愛くっていうことで、うん、ドアの色とかもちょっと変えてまたテイストが変わっていいですね、はい、いいですよね、うん、ではこちらですねがウォークインクローゼットになります、はい、
ここもやっぱお部屋自体どっかの部屋に入れるというわけではなくて、うん、廊下からで入りできるようになっています、うん、でこちらが青が洗面ですね。あったいなの玄関手洗いと同じ商品で、うん、同じ鏡のサイズにしてるんですけど、うんうん、色のテイストとかを全部変えてタイルを変えて雰囲気がいいですね。ナチュラルな感じでいいですね、はい。でそのお隣にはお手洗いがあります、はい、でこちらの奥に進んでいただくとこちらが半分で6畳の12畳のお部屋となっております、うん、はい。特にまだ仕切ってないお部屋になっていまして、うん、後々仕切れるようにしております。はい、はい、2階は以上となります、はい、続いてですね離れの方をご紹介していこうと思います。はい、はい、正面が離れとなっております、はい、はい、こちらが離れとなっております、はい、約9畳のスペースですね、なっております。旦那様のご希望的には、うん、趣味スペース、ゲームしたりだとか、まあ、漫画読んだりとかの趣味スペース、うん、奥様としてはこちら側がお庭にこれから外交やってなる予定なので、うん、はい、お子様が遊んでる様子をここで見て、あ、自分たちはこちらでくつろいでればいいかなっていう空間です。お子様が大きくなって、うん、お友達とお泊まり会したりとかでも使えるかなっていう客間要素もあるようなお部屋です。はい、はい、ここ真ん中照明つけてないのは、はい、後々このアラジンっていうの、うん、プロジェクターの照明がつけれるようにわざと開けております、うん、このクロスがプロジェクター用のクロスですね、うん、こっちに映す感じですね、はい、そうですね、はい、こちらですね。こちらにはトイレまで、うん、完備しております。ウォーリー、ウォーリーを使っております。ここは安田さんのお宅を見てウォーリー使いたいっていう、うん、どこにいいんだろう。これ初めて来たお客様とか楽しめるトイレですよね、うん、いいですよね、これ、うん、ウォーリーの着てるの得意なんですよね。見つからないです。はい、いかがでしたか。そうですね、スキップフロアのデスクだとか、うん、あと子どもの部屋の間仕切りだとか、なんか臨機応変に変更できる、成長に合わせて変えられるお宅がいいなって思いました。そうですね、うん、本当なんかその時に合わせて使いますもんね、うん、素敵なお宅になりました、はい、他にもいろいろな動画ありますので、ぜひに、はい、お家作りを進めてみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。